れやんな、お前思ったけど長渕剛の若い頃に似てるよな。いや、わかんない。最近長渕剛の昔のドラマ見てんねん。言われたことない。ないですね。長渕剛の若い頃を知らないですからね、俺。見てみ、親子ゲームっていうのから見て。親子ゲーム、うん、で、親子ジグザグ、次もっとディープやね。親子ジグザグもっとディープやねあれ、同じシリーズなんですか。まあ、親子全く話別やねんけど、ちょっとまあ設定が似てて、まあ親子のこう、まあ、絆的なものを語るドラマやねんけど、それファミリードラマシリーズやねんか。言うたら夜の7時か8時ぐらいからやってるやつやねんけど、すごいね。今やったら考えられへん。もう暴力もせやし、言葉とかすぐセックスとかすぐなんかいいじゃないですか。素晴らしい。昔の古き良き時代ね。なんかおっぱいポロリみたいなもんないですもんね。ないの。俺幼稚園ぐらいの時あったような気すんねんけど、ね、あったあった。しかも子供が見る時間とかにやろね。なんか水泳大会ポロリもあるよみたいな。あるあるある。幼心にもちょっともう興奮してましたけど。そういうのあってもいいよね。ないねん。まあ、ないっすね。見てみ一回長渕剛。まあまあ見てみますわ。多分見ないけど。普通にノーヘルで公道走ってるから、ね昔ってありやったんやかな。いや、あったんじゃない。飲酒運転もちょっと良かったみたいな。よくはないけど、なんかそうそう、飲酒運転もバリバリやったで、うん、やる？やりますか。再生でしょ。クールを保ってたやろ。クール保ってたですか。保ってたもん。まあ見てみよう。